ユナギ町の成り立ちについての。あ、いかんいかん。職員室にプリントを忘れてきてしまったぞ。高山、一番早く終わってるようだから職員室の机からプリントを取ってきてくれんか。そういえば高山はまだ慣れてないんだったな。誰か色塗りを終わっている者はいないか。俺終わってますけど。じゃあ高山と一緒に行ってやってくれ。
同感だね。こういうのは頭数が多い方がいいと思わないかい？くれたまえ。あ、うん。ふう、無事に教室まで運べたよ。ありがとう、二人とも。礼には及ばないさ。大したことはしていないからね。僕は席に戻らせてもらうよ。何気も何も、ハヤト君はいい人だよ。しようか。うん、当然だね。弥生さんのいるところには常に一緒にいますからね。彼女とは長い付き合いだからね。ほら、細かいことは置いておいて早く行こうじゃないか。教えるのが目的らしいし。いない。
事な用があるから後から来るって言ってた。弥生たちは？うん、もう作り始めてるよ。キュー、お手伝いしに行ってもいいですかね。そうだね、今日の目的は双葉ちゃんに教えることだし。メルちゃんの気持ちには同感だね。まあまあ、もう少し待ってみようよ。せっかくだから何かゲームでもして待っているとしようか。通じないぞ。
ことを好きなんでしょう。
何か？まあ、滝沢は特に分かりやすいからね。そうか？案外気が合うんだよ、僕たち。だって何もないよ。本当だよな。オイラの部屋なんてもっとごちゃごちゃしてるぜ。あ、そうだ。何かお菓子でも持ってくるよ。で見つけるんだろうな。